それではの授業の後半の方に入りたいと思います。でまず最初に先ほどのですね、前半の最後に出しました例題でちょっと訂正というか訂正をしておきたいと思います。とさっき D としてこの上半平面を出したんですけれども、まあ本来ですと、ごめんなさい、ここはこの今の例題ですと、この R2 全体でこう取っても取った方がいいわけですね。なんでかっていうと、そのまあ少なくともこの fxy っていう関数自体はこの実数全体で定義されておりますので、ここをちょっと直しておいてください。でその上で、先ほどその因関数のそのアイディアの導入のところで説明した、この上半平面とかですね、あと下の半平面を隠すっていうアイディアがどこで実現されているかというと、それはこの fx の定め方でこう決まっているということです。で、それはどういうことかというと、まあこのルートですね、このルート2の符号をプラスにしておけば、この楕円の上半分の関数だけを扱うことになりますし、逆にこのルートの前にこの符号をマイナスにしておけば、下半分の曲線だけを扱うことができます。ということにして、その fx の符号を、まあ、この場合ですと符号をうまく定めることで、この例えばこの楕円ですと上半分もしくは下半分を関数の形で扱うことができるというところをちょっと訂正しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは一応先ほどの内容に引き続きまして、実際にその因関数定理の説明に入っていきたいと思います。教科書ですと定理 4.15 です。151ページですね。見てください。で、これが因関数定理なんですけれども、一応順によって説明していきますと、D をユークリッド空間 R2 の部分集合のある領域としまして、これを回集合とします。でそれから、fxy、ラージ fxy ですね、大文字の fxy を d から実数への関数としまして、で、ラージ f には条件がついて、c の1級というふうにします。この C の1級って言葉の意味をもう一回思い出してみますと、1回微分可能で、その導関数は連続だという仮定ですね。こういう仮定をしておきます。で、さらに、D の点 AB という点で、ここにおけるそのラージ F の関数の値ですね、このラージ F の AB が0に等しく、かつ、
この点でその y の変動関数の値が0ではないとします。でこの時すみません、この時でちょっと黒板が低いので、こちらに移って説明します。まず i として点 a を含む回区間で、それから y イコール fx として、これはその今定義した i において、まあ i において定義された関数ですね。で、もう一つはイプシロン、これは正の実数です。で、この3つのもので、以下の性質を満たすものが存在するというのが因関数定理です。教科書には151ページの下の方に括弧1から括弧3というのが条件がありますけれども、大体それに沿っているんですが、一応その前に括弧0というのを加えておきますと、まず0番目として b イコール fa と、それから後の123は教科書にあるものと同じ性質なんですが、括弧1は fx が このラージ F の xy イコール0という方程式が定める因関数。で、括弧2は、x0 が区間 i のある点で、それから、y0
y0 っていうのがその、まあ、b との差ですね。 b との差の絶対値がイプシロンより小さい値で、かつ xl と y0 はこのラージ f xy の0点になっていると、すなわち代入すると0になるというような点があるとすると、実はこの y0 というのはこの因関数スモール f に x0 を代入した値になるというのがこの2番目の条件性質です。それから3番目の性質は、この区間 i の任意の x において、この x と y は fx ですね。 x と fx、点 x と fx におけるこのラージ f のこの y による変動関数の値というのが実は0ではないと。ちょっと定理の説明としては複雑かと思いますけれども、そのまあ d、 まあ d の点ですね、 d の点で、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないので少しちょっと図を書いてもう少し直感的に説明してみましょう。とまあ例えばこの fxy イコール0、ラージ fxy イコール0で定まるこう曲線があったとしましょう。でうんと例えばそうですね、この辺にこの AB っていう点を取ったとしましょう。と一応まあラージ D としては、まあ、場合によってはあるこう XY 平面上の回集合かもしれませんし、あるいはまあxy 平面全体にしてもいいんですけれども、まあ、その中でこの ab という点を取って、でこの fab が0ですから、この ab という点はこの曲線上にあると。でしかも、ここでのその y に関する同関数が0ではないというような点があったときに、まあああいうこの括弧0から括弧3の条件を満たすようなこの区間 i とか、それから y イコール fx とかイプシロン、正のイプシロンが存在するっていうふうに言ってるんですけど、まあ例えばこの場合ですと、まあ例えば例として、まあこういう回復間 i が存在しますと。でこの回復間 i の上で、まあ、ある関数 y イコール fx が存在しますと。で、あとは、イプシロンですね。イプシロン、正のイプシロンが存在して、これはどういうことを言ってるかというと、イプシロンに関しては、まあ、y ですね。y0 と、b のとの差がイプシロンですから、大体 b の y 座標はこの辺なんで、例えばこういう範囲ですね。こういう範囲で、まあ、
こう y 軸上でこう y の値 y0 を中心に、あごめんなさいここ b です、ごめんなさい、ここ b を中心に、 b を中心にまあ上下イプシロンぐらいの幅の帯の中にこの x0 と、まあ、y0 を取っていれば、実は、この y0 っていうのは、この fx に x0 を代入してで得られる点であると、まあ、そういった、性質を満たすようなこういう fx が存在するっていうのが、あとは最後はこれですね、そのこの区間内でそのこの曲線上で、y に関する変微分ですね、変微分、変微係数が0にならないと、そういうこういう関数ですとか、それから区間ですとか、それからこういう実数ですねが取れるっていうのが、まあ、このまず因関数定理の、主張の前半っていうか最初の3分の2くらいですね。でもう一つ主張があって、今度はそのこの因関数 その微分ですね、導関数に関する説明もありまして、じゃちょっとそれはまた続きでちょっとこっちの方に書きましょう。さらにこの時fx は C19 というのはすなわち x で微分可能で、しかもその変微分変動関数は連続ですということを言っていまして、でそれだけじゃなくて、その fx プライム x ですね、この fx の変動関数がその因関数のラージ f を使うと、次のように書けるということを言っています。でこれは教科書です152ページの1行目にあります 4.15 式なんですけれども、分母はこのラージ F の X による変微分、それから、ごめんなさい、分子ですね。分子がラージ X の、ラージ F の X による変微分。で分母が、ラージ F の Y による変微分。という形で、こう、因関数の、導関数を表すことができますということも言えまして、でさらに、まあ、さらには2回続いてしまいますけれども、この最初に与えたラージ F の xy がC の R 級ですね。から R 回変微分可能で、しかもその変微分変動関数が全部連続というときには、因関数のスモール fx というのも、C の R 級であると。いうことで、まあちょっと結構その主張がいろいろなのありますけれども、まあ、これがそのまあ因関数定理の主張の全体です。
で、一応まあこうして見てみますと、そのまあ fxy 方程式 f ラジ f の xy イコール0が与えられたときに、じゃあ因関数は存在するのかっていう問いに対しては、例えばこの場合ですと、この y そうですね、y に関するその変微分が0でなければ、これはその y を x の関数として表す因関数が存在するということを言っています。それからあと、もともとのラージ fxy が、1回微分可能で連続ならば、この因関数のスモール fx というのも微分可能で、しかも同関数は連続 でさらにその同関数はこういう形で表すことができるということも言っています。で、まあ、この辺の性質はまあ、後で演習問題にもちょっと出てくるんですが、その因関数のこう同関数を求めるとか、それから因関数のその接線をですね、こう求めるといったような計算にも使うことができます。で、例えばその皆さんもやってきたことあるかと思いますが、その円、今まで出てきたその円ですとか楕円のその楕円上 の曲線上の点における接線を求める際に、まあ今までですと y イコールルートの何とかっていうふうに関数を表してそのまあ接線を求めてくるやり方が主だったと思いますけれども、まあこの因関数定理を使うと、そのもともと与えられた因関数から一発でその接線を求めるということもできるようになります。まあ、その辺は詳しいことはまた後で例題でおいおい説明したいと思います。で、あと、因関数定理の証明は、まあ、時間と分量の都合で、この授業内ではやりません。実際、講義ノートに僕書きましたら、4ページぐらいになりました。で、多分読むだけでも大変だと思いますけれども、一応、まあ、一通りですね、証明はきちっと丁寧に書いたつもりですので、まあ、まあ、もし気になる人は、読んでみてください。ここまでいいでしょうか。じゃあ、一つ例題としてですね、その今ちょうど述べましたその曲線の接線の計算をですね、その例題を説明したいと思います。で、まずその一般論からちょっと書きますけれども、このラージ f の fxy ですね、ラージ f の fxy というのが、まあ関数、二変数関数として、まあ、C の1級と、1回変微分可能で連続、しかも連続であるというような関数とします。でそれから、曲線 C をこのラージ f の fxy を使って方程式ラージ fxy の0点の集合とでこの曲線を定めます。ですね、まあ今日やった例ですと、例えば今日の冒頭で扱った楕円ですとか、そういったものをこう思い浮かべてもらえればいいです。でここまで書きますと、例えば、
まあ、xy 平面上に曲線 C ですね、まあ、fxy イコール0で定まる曲線 C が与えられているとしましょう。で、この点、この中でその点 A というのを座標 x0y0 としますけれども、これを曲線 C 上の点とします。ですので、例えばこの辺ですかね、この辺で、まあ、X 座標が X0 で Y 座標が Y0 の点 A がこの曲線 C 上にあるというような状況を考えます。一応これを曲線 C の上にあるっていうことを今までの数式を用いて表しますと、 F の X0Y0 イコール0というを満たすということを表します。で、まあ、こういう状況を考えますと、そういったときに、その先ほどのその因関数定理から言えることは、この今取ったこの点 A の近傍で、ある因関数 y イコール fx が存在するということが、まあ、言えるわけです。そうしますと、どうしようかな。この時その点 A の近傍で、その fxy イコール、ラージ F ですね、ラージ F の fxy イコール0によって定まる因関数が存在します。ですので、これは先ほどやったようにですね、この点 A の近傍でその因関数が存在して、これを y イコール fx と置くことができて、しかも点 A の近傍ではこの y イコール fx のグラフというのは、この最初に定めた曲線 C に一致するということというようなものが存在するというのが、因関数定理からわかるというわけですね。でちょっと回りくどい説明かもしれませんけれども、一応今ですね、その観察したいのはこの因関数として定まるその曲線、もしくはここの曲線ですね、この曲線の例えば今挙げている点ラージ A における接線をどうやって求めるかという話をしたいので、ちょっと多少回りくどいような説明ですけれども、一応この点A の近傍でそのこのラージ F の xy イコール0によって定まる因関数ですね、スモール fx というのが存在して、でま
で、そうすると、その、この曲線のですね、この点 A における接線っていうのは、この点 A の近傍では、その、この曲線とにこう一致するこう関数が求まりましたから、そうすると、この曲線のこの点 A における接線というのは、この関数の点 A における接線として求めることができるというわけです。もう一度書くと、この、ここでその y、こういう因関数 y イコール fx が存在することから、点 A における曲線 C の接線ですね。接線っていうのが、点 A におけるこの関数、因関数の y イコール fx の接線と一致すると。いうことが言えます。ですので、その最初に求めたかったのは、この点 A におけるこの曲線 C の接線、まあ、こんな感じですかね、だったわけなんですが、因関数定理を使うことによって、ここで定まる因関数 y イコール fx の接線を求めればよいということになるわけです。ちょっと、こう、説明が何段階も回りくどいかもしれませんけれども、一応最終的にはこういうことを使って、この曲線 fxy、ラージ fxy イコール0で定まる曲線のある点における接線を求めようということを理解してください。で、じゃあ、実際にその接線を求めてみましょうっていうと、この y イコール fx っていうのは一変数関数ですから、皆さん一変数関数のことは春学期によく勉強した、もしくは勉強したことになっておりますので、そのこの一変数関数の接線についてはよく理解しているということが言えるわけです。で、そうしますと、まあ、y イコール fx の y イコール fx の、まあ、x イコール x0 における、まあ、接線を求めてみましょうっていうと、まあ、皆さん覚えてればすぐ出てくると思いますけれども、その式は、y マイナス y0 イコール、接線ですので、この傾きが、この点 x0 における f の導関数の値になるわけですね。微分係数の値になるわけです。まあ、こういう形で、こう、接線の式が求まるというわけですね。で、それで、実はこの問題になるのは、この x0 に、点 x0 における、その f の、微分係数だったわけですけれども、まあ、これは、実は先ほど、その因関数定理から、求まっておりまして、一応これが何だったかっていうと、先ほどの11枚目の黒板に残っても残っているんですけれども、 f ライムの x0 っていうのが、
まあ分母はラージ F の X による変微分ですね。あ、分子だ、ごめんなさい。分子が X、ラージ F の X による変微分。だから分母が、ラージ F の Y による変微分と。に、まあ、それぞれこの今、今その考えている点 A の X 座標の X0 とそれから Y 座標の Y0 を代入した、微分係数で表すことができます。で、あとはそのまあこういうその有理式ですね、分数になっている形の有理式をうまく通分して整理すると、fx のラージ fx の x0y0 かける x マイナス x0 プラス、ラージ fy の x0y0 かける y-y0 イコール0という式が導かれまして、で最終的にこれがその今考えているその曲線 C の点 A におけるあの接線の式になります。でとこれで一応接線の式が求まったわけなんですけれども、一つ注意してほしいのはこの最後の式でですね、その因関数で出てきたそのスモール f っていうのがどこにも出てこないんですね。最終的にはこの曲線 c を定義しているこのラージ fxy のその変微分だけを使ってあのこの接線というのを表すことができるというのがあのミソというかご利益です。ですのでと原理的にはその因関数をの接線を使って求めるんだけれども、あの計算結果としてはこの因関数の式を直接導かなくてもこの接線の式が出てくるというのがポイントですので、まあ、そこを押さえて使えるようにしておきましょう。までいいでしょうか。で、一応これは今ですね、ここでやる例題を1問用意しておりますので、ちょっと例題を実際にやりながら見ていきましょう。今回の例題はですね、あの演習書の方から、持ってきてみました。演習書を持っている人はこの緑の本ですが、134ページの、セクション 3.5.3、曲線の接線と交線というところをあの見てみてください。まあ、一応あの演習書を持ってない人でもあのちゃんと分かるように問題設定は全部あの板書しながらゆっくり進めます。でここの例題では fxy としてラージ fx はですね、x2 乗プラス y2 乗マイナス1という式を扱います。で
まあ、これを見てですね、この曲線 C としてこのラージ F の xy イコール0を満たす、曲線と、点の集まりとして表せる曲線ということなんですが、これで皆さんどんな図形か想像つきますでしょうか。どうでしょう。まあ、多分想像つく人も結構いると思いますが、x 2乗プラス y 2乗マイナス1イコール、まあ、0ですので、x 2乗プラス y 2乗、1というふうにこう定数をこう右辺に移しますと、まあ、皆さん誰でも知ってる円になるわけですね。中心が原点で半径が1の円を表します。でまあ、これこの今回はこの C と曲線 C として、まあ、こういう円を取り上げます。まあ、非常に基本的な例題だと思いますけれども。で、まあ、これ円ですね。円上の、まあ、この曲線 C ですから円、この円上の点 P というのを1点取ってくるわけですけれども。まあ、これはまあ皆さん各自で例題を解こうと思ったらまあ好きなこう値にですねこうして構いませんが、まあこの例題では点 P の座標として2分の1とそれから2分のルート3というのを取りました。ちなみに2分の1と2分のルート3多分この辺ですかね。ここに、まあ、P を取りまして、で、まあ、この点 P における接線の式を求めています。で、大体こう、まあ、接線らしく書くとこういう直線ですね。こういう直線をまあ求めてみましょうというんですけれども、で、これをですねその、まあ、因関数定理を使って、求めてみましょうということなんですが、まあ、この例題の場合はその因関数が分かっていますので、その因関数を直接求めるまあ従来のやり方でちょっと一回まず出してみましょう。15まず丸1式を求めると、じゃあまずはこの因関数を直接求めた場合なんですけれども、まずはこの円の C の上でですね、この点 P を取るその因関数っていうのはどう求まるかというと、要はそのこの円の C の部分で
例えば今皆さんで想像つくのはこの部分ですね。この部分をこの y イコールなんとか x っていうその x の式で表してみましたらどうなりますかっていう話ですね。でこれはどうなるかっていうと、まあ多分多くの人はすぐ計算できると思いますが、y イコール fx イコール、ここから解くわけですね。ここから y2 乗イコール1マイナス x2 乗になって、で、y は、まあ、本来ですとプラスマイナス1マイナス x2 乗っていうことになるんですけれども、まあ、今回はその中で、y が正の部分を取りますから、ここでは実際には、混合ですね、混合の前の符号はプラスで、1マイナス x2 乗というふうになるわけです。で、まあ、ここでその因関数が一つこう求まりましたと。fx イコールルート1マイナス x2 乗ですよっていうことになると、あとは、ここからその fx の接線を求めるとすれば、まずこれ微分するわけですよね。そうすると、微分をしますと、ちょっと途中計算は、皆さんできたことにして書きますと、マイナスルート1マイナス x2 乗分の、まあ、1ということになって、で、あとは、そうですね、今、この点 P の座標が、2分の1、X 座標が2分の1ですので、これを代入すると、なんか、違ったよ。はい。そうかそうか、ごめんなさい。分子に X でしたっけ？ちょっと待ってね。おお、そうでしたね。はい、すいません。こうですよね。はい。はい、はい、ありがとうございます。講義ノートの方も、分子が1になってたので直しておきました。夜な夜な仕事をしていると、ちょっとこういうところがまずいですよね。夜中はよく間違いやすいので、ちょっと注意が必要です。で、この F プライムですね、の2分の1っていうのは、その同関数の値を求めますと、これがルート3分の1ですので、この点 P における接線の式は、あとはまあ皆さんよく知っている方法だと思いますけれども、まず y マイナス、この点 P の y 座標ですね。2分のルート3イコール。で、次に同関数の値が出てきて、マイナスルート3分の1かける x マイナス、点 P の x 座標ですから2分の1と。いうことで、まあ、これをその分母をうまく払って表しますと、x プラスルート3y イコール2という式になります。ここまでいいでしょうか。では、
のか。では引き続きまして、今度はこの接線をですね、その先ほど説明しましたこの因関数定理を用いて求めるというのをやってみます。この接線を今度は因関数定理を用いて求めるというんですが、今の授業の残り時間が10分少々 でそれからこうあとの内容からするとちょっと時間が余りそうな気がします。でしかも皆さんこうただ黒板の板書を見て打つだけでは非常に張り合いがないかもしれないので、ちょっと5分ぐらい時間置きますので、皆さん一回これで各自計算してみてください。と先ほどやった方法ですね、先ほど一般的な方法をやり出しましたので、ちょっとそれに従って、もしくはこの演習書を持っている人は演習書を見て、あるいは周りで演習書を持っている人にちょっと見せてもらったりして、この因関数定理を用いた接線の計算をちょっと5分間ぐらいでやってみましょう。じゃあまあ大体そうですね、あと残り時間、授業残り時間5分ぐらいになりましたので、一応じゃあ因関数定理に従って求めてみますと、一応因関数定理を今回適用できるための条件というのがいくつかあったんですが、導関数に関してはそのまあ上のですね14枚目の黒板の一番上の式にありますように、この今でいうと点 P におけるその y の偏微分の値が0ではないと。いうことが必要ですので、一応まあそれを先に調べておきますと、fy の2分の1と2分のルートなんですね、おけるこの値が丸と3で、これは0ではないと。よって、定理によって、まず、の x0 はだから2分の1ですか、2分の1イコール。まあ、これを使って、一応まあ演習書の方にも書いていますけれども、マイナスルート3分の1ということで、あとは、先にやりましたその因関数が直接求めた場合ですね、丸1と同様と。
まあ、実際に答案を書く際にはこの丸1の場合の、まあ、この接線の式ですね、これをきちっと答案に書いてください。まあ、今はその丸1の場合で書いたので省略しましたけれども、実際の答案ではこちらの方を書いてもらうという形で、まあ、因関数定理を用いてこう求めることもできますという話ですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。というあたりで時間が来てしまいました。本来は次の話題としまして教科書です159ページの3の上限極地問題に進みたかったんですが、今日は残念ながらそこまで行きませんでしたので、じゃあこの条件付き極地問題を次回ですね、授業の時に説明して、そこでようやくまあ偏微分とはおさらばしてですね、次にもっと怖いかもしれない重積分に重いという話もありますが進みたいと思います。何か質問ありましょうか。じゃあ、ちょっと時間空きますけれども、皆さんまた頑張って、復習して、でまた会いましょう。どうも、じゃあ今日は終わりします。お疲れ様でした。